乱暴に落書きされたコンテナ、そしてグラウンドには車の轍。今年1月中旬、サッカー J3 FC 岐阜も練習で使用する笠松町の多目的運動場、岐阜県フットボールセンターで、倉庫や着替え場所として使われるコンテナが落書きされ、天然芝が侵入した車で荒らされているのが見つかりました。小雨の中、今日 FC 岐阜のスタッフや町の職員ら16人がコンテナを塗り直しました。普段練習してるグラウンドなので、落書き見たときは、びっくりしましたし、ちょっと寂しい気持ちにもなりましたし。作業には笠松町長も参加。スプレーで落書きをきれいに落とした後、ハケで銀色の塗料を塗り、およそ30分で終了しました。きれいになりましたね。 FC の岐阜の皆さんやうちの職員が一緒になってやってる姿を見てもらうことによって、こういうことをしちゃいけないな。多くの町民も使うグラウンド、犯人はまだ捕まっていません。